大島町は、富山県中部の西寄りに位置し、伊水郡に属していた町。一時期、ヘチマの町としていたことがあったが、近年では、絵本の町として、町おこしを図っていた。近年は、富山市、高岡市のベッドタウンとして、宅地開発が活発である。西側は、昭川を挟んで、高岡市に接し、南は、大門町、東は小杉町、北は、 新港市に接している。富山平野のうちの伊水平野の中央部に位置し、町域は平坦で、高低差はほとんどない。1889年の町村制の施行により、現在の町域内の各樹落が合併して、大島村となった。それ以降は、細かな境界線の変更があっただけで、伊水市となるまで他の市町村との合併は行われていない。合併時、 中心樹落の名前、小島を尊名にしようとしたが、当時としては人口、面積ともに大きい部類であったことから、尊姓の発展への願いも込めて、章を第二回、大島村とした。しかし、小側の上流の五ヶ山にすでに、大島村があることがわかり、村の瀬和役衆が一都村の酒を背負って、五ヶ山の大島村を訪ね、大島村の尊名を譲り受けたというエピソードが、 伝わっている。農業、特に米の生産が中心の町だったが、東洋房日本電工などの工場も進出している。また、ヘチマを特産品とし、一時期ヘチマで町おこしを図ったことがあった。姉妹都市などの提携はないが、1992年以降、全国を平成の大合併によりほとんどの大島町、 大島村が消滅もしくは消滅予定となったことから2004年に全国大島リンク会議は解散した。全国大島リンク会議に参加した7つの町村の記念碑や町村記を建てた大島リンクロードが八日にある。保育所は、町営の大島町中央保育園と大島町南部保育園、及び公設民営の大島翼保育園の3カ所がある。以前は、 中央保育園と同じ敷地内に大島幼稚園があったが、養保一元化により大島町中央保育園に統合された。小学校小学校は大島小学校一校のみである。町内に中学校はなく、隣の大門町と共同で大門町大島町中学校組合立大門中学校を運営していた。高校、大学などはない。町の南を 北陸本線が東西に貫き、南西部に越中大門駅がある。古事記によれば、追認天皇の巫女の誉れつ別名は大人になっても言葉が話せなかったが、ある日、白鳥の鳴き声を聞いて声を発した。そこで天皇は山部の大高という人物にその白鳥を捉えるよう命じた。山部の大高は白鳥を追いかけて、九つの国を走り抜けて、 越国の数並の水門でようやく捉えることができた。古事記伝を表した元織のりが数並の水門の地は越中国町鳥であるとしたことから鳥取八幡社の境内にそれを記念した高志国町鳥の里の石碑が建てられている。大島町が企画して上記の古事記の説話や付近に伝わる民話などを集めた絵本を観光し、それをきっかけに絵本の町として 町おこしを図っている。その中心となる施設が大島町へ本館で鳥取の里の近くに建てられている。ありがとうございます。